はいどうも、ごまんちゅうりょつばさです。えっとですね、東京メトロの並々ならぬ給料について話します。えっと、東京メトロ、東京地下鉄株式会社の平均年収は766万円ほどとのことですね。で、年度別平均年収は710万円から720万円ですね。で、東京地下鉄株式会社とは、かつては独立行政法人、民、民、えっと、営団地下鉄、 がその前身で、後に国の行政機改革として民営化し、株式会社として発足しました。え、日本初の地下鉄銀座線を建設した大正時代の東京地下鉄道がその起源となっています。非常上企業としても有名です。えっ、ー、と所在地が東京え大東区東上野三の十九の六。え設立が二千四年四月ですね。えっ、ー、と年度別年齢別駅年収が 20代が330万円から470万円ほど、30代が540万円から560万円ほど、40代が630万円から700万円ほど、50代が750万円ほど、60代が612万円ほどとなっております。はい、今ね、Twitter やってますので、チャンネルホーム概要欄に URL 貼ってますので、よければそちらからフォローお待ちしております。では、終わります。